はい、どうも、フードリッチ活動中の田島です。本日は、ナンバー34、このアーカイブ、以前ご紹介したかもしれないですけど、論文のプレプリントサーバーに、今年の7月に投稿した論文についての、ご説明をしたいと思います。でこれタイトル書いてないんですけど、これ実は何の話かというと、ペンギンのうんちの話です。それでですね、これペンギンのうんちの運動方程式なんですけど、これを解いて実際にどこまで、例えば水族館で飼育されているペンギンの糞がどんだけ飛ぶのかっていうのを計算してみようということをしたわけです。で実際にこれ一応運動方程式を説明しておきますと、ペンギンのうんちの重さ1、重さ重力定数空気抵抗1の1回微分、あ、こっちは2回微分というふうになっています。あ、微分というのは時間微分ですね。はい、ドットがありますけど、これ1個で1回時間微分、2個あったら2回時間微分っていう、そういう表記の仕方が、まだ、大学に行ってない人だと知らないかもしれないですけど、大学に行くとこういう表記を結構使うことが多いです。でこれ実際に実は解析的に解くことができます。この微分方程式を解くとこんな風な標識が得られます。X 方向の、まあ、位置ですね、糞の位置の時間依存性、 Y 方向の時間依存性、 X と Y、 X は今水平方向にとっていて、 Y は鉛直方向にとってます。ですのでこれ水平方向の位置になるわけなんですけど、これ出てくる V0X というのは水平方向の初期速度です。なので一番最初にペンギンが踏ん張った時に出てきた瞬間の速度ですね、ピュッと出した瞬間の横方向の速さです。もちろんそれは Y 方向、鉛直方向、斜め上、もしくは斜め下に飛ぶこともありますので、まあ、その分のベクトル成分として鉛直方向の初期速度も入っています。で、必ずしも地面の一番下で飛ばすわけじゃないので、高いところから飛んでくることもあるかもしれないということで、高さ H からということで、ここに H というのが入っています。初期の高さです。でですね、まあ、これ実際にこうやって空気抵抗があった場合を解いたわけなんですけども、空気抵抗がなかった場合、 K イコール0の場合っていうのは、もちろんこれなしで普通に解析的にすぐに解いてもいいんですけど、ここからスタートする場合はこの指数関数エクスポーネンシャルっていう風なやつなんですけど、これを展開することによって実は導出することもできます。まあ、それは今回やらないですけども、でこれをもとに、じゃあまずいつ地面につくのっていうのを計算したのがこちらになります。まあ、TG って書いてるのは着地時間ですね、まあ、グラウンディングタイム的な感じで TG ってつけたんですけど、そうするとこんなような標識で与えられます。でこれ W っていうのはランベルト W ファンクションというやつです。ちょっとカッコがでかいんですけど、ここからここまでがこのランベルト W ファンクションの引数になってます。で、これ TG が求まったところで、あとは、まあ、地面についた瞬間どこまで横方向行ったのっていう風なことをしようと思ったら、この一番上の X の標識に TG を代入すればわかるよというふうになるわけです。ただ実際の論文の見積もりでは、まだ空気抵抗なしの場合で一応計算しています。でそれでやったところ、まあ、大体 1.34m というふうな結果が得られるというような感じになっています。で他のパラメーターなどについてはぜひ論文も見ていただければと思います。でついでに今回先行研究で実はペンギンがうんちした時の腹圧の強さ、どんぐらいの腹圧で飛ばしてるのかっていうのが実は先行研究で注目されていて、でそこについても今回僕らもやってみたという感じになります。で実は一番メインの器用に関しては、この粘性抵抗から来るものがドミナントになってます。でこれその部分を標識をこういうふうに書けました。まあ、これ仮定しているものとしては、ハーゲンポワーズ誘流というものを仮定した状況での、式になっています。で、ここで出てくる V っていうのは、これ実際に、まあ、うんちの体積です。飛んでる時のですね、全体の体積となっていて、でその時、あと、イエターっていうのが、粘性率。R っていうのが、ペンギンのペンギンの肛門の半径です。で L っていうのはペンギンのうんちの軌道です。でこれ C っていうのがいるんですけども、
今回の場合は、まあ、ちょうどタンクオリフィスという問題があって、その時のベラコントラクターという現象があるんですけども、実はタンクの例えばそうですね、ビールサーバーだとちょっと大人の方しか思い浮かべないかもしれないですが、何かしらそういう、まあ、ジュースのボトルがあったとしますよね。でそこに穴が下に開いているとします。そうするとピューって出るんですけど、実は必ず穴よりもその出てくる流、なんていうんですか、穴よりも必ずその流れる液体の断面積ってちっちゃくなるんですね、必ず。でそれがベラコントラクターっていう現象なんですけども、今回はその、縮流係数も一応考慮に入れて、この体積というのを、こちらの、標識などを使って実際に計算を行いました。でそうしたところ腹圧結局計算してみたところ、だいたいおおよそ20kPa ぐらい、先行研究のものと比べると、最大で 1.4 倍ぐらい大きくなるという見積もりが得られました。ものすごい強いですね。ものすごい強いと言っても、キロパスカル、20キロパスカルと言われて、何が強いのっていうふうに思うかもしれないですけど、一応ですね、見積もってみたところ、大体ダイソンの掃除機あるじゃないですか。驚異の吸引力。あれと同じぐらいらしいです。何言ってるか、いまだよくわからないかもしれないですけど、ちなみにじゃあ、もし人間が同じ腹調圧で、仮にですよ、粘性がゼロの流体をケツから飛ばしたとしたら、どんぐらい飛ぶかっていうと3メートル飛びます。これだとすごいと思わないですか。普通のトイレには行けないですよ。ペンギントイレ行かないですけど、確かに。はいはい、そんな感じで、詳しくはぜひこちらのアーカイブもしくは、論文を見ていただければと思います。そんなわけで、はい、今回はこれで終わりです。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。